モテるね。始まってすぐ1分で来るってリアトツ。ルーギャーが来ましたね。ルーギャーがモテるね。やばいじゃん。どうなっちゃうこれ。ギャウ。ギャウ来た、ギャウ。ベンツはモテる、やっぱり。モテるっしょ。そりゃそうやん。だってさ、走ってる、周り走ってくる車、俺より安い車ばっかりだもん。俺ぐらいこんないい車乗ってんの。そりゃ見るよね。で、さっき洗車してきてさ、ピッカピカなんよ。マジで。見るよね。タイヤも真っ黒。黒光りして。あ、養分地にね、さっき持ってたプレゼント。そう。乗ってる人も乗ってる人だしさ、見るよね。ベンツだもん、だって。そら持ってるでしょ。ギャルが帰んないもんね。ずっと見てたいのかね、車をね。ギャル、離れない、俺の車から。見てるもん、完全に。ギャルが。モテるなぁ。せんちゃん、モテるなぁ、マッチ。ほんと。ねぇ。モテる男のステータスだよね。タワマン、ベンツ、いい女。ねぇ、イケメンだし。スパーク出てからモテるね。やばいわ。そう、みっちゃんに気配りしてんじゃない、やっぱ。なかなかね。せいじさん抱いてとか言えないんじゃん、やっぱりみっちゃんいるから。うん、車見てんのかな、スーパーカーだから。ありがたいね。あ、一個です。お疲れ様です。ありがとうございます。負けたけどね。まだまだでしょ。でも野球決まるのまだ1回目でしょ。次2回ぐらい、2回表。長いね。早く終わんねえかな。車見たい、見たくなっちゃった。見たい、見たいの、カバてめえ。なんだこの野郎お前。あ、やんのかお前。やってやんぞお前、捨てやかでお前。あ、コンマてめえ、やんのかお前。コンマてめえ、やっちゃうぞお前。三戦三勝だぞお前。俺に勝てるのか。いい度胸だ。来いよ。今日野球っすね。車もういいよね。見飽きたでしょ。今日野球です。あんま興味ないかな。興味ない。ナンバーやって、ナンバーやってほら。ナンバー駅前、何回ナンバー駅、ここ大阪城、すごいでしょ。大阪城ナンバーの駅前にあるんだよ。すごいでしょ。うん、待機して、待機。そうそう、イルミやってる。イルミ、ギャルなかなか帰んないね。相当好きなのかなこれ。なかなか帰んないよこれ、ギャルが。相当好きなのかな、相当好きなのギャルが。ねえ、すごいでしょ、綺麗でしょ。イルミネーション綺麗でしょ。なかなか帰んないね、ギャルが。ずっと俺の横にいるね。なんでだろうね。好きなの？好きなのかな？何がしたいの？若いな。乗せてあげて。やだよ。やだよ。一目惚れしちゃった？
いや、みっちゃんに黙っとくじゃなくて、そういう問題じゃない。俺は、三井以外に興味がないんだから。キャキャ言ってね。あ、TikTok のストリートスナップ撮ってる人見た。あ、あの人かもしれない。TikTok で有名な人かも。ストリートスナップ撮る人かも。TikTok で話しかけてる人いる。この人、カメラ持ってる。TikTok のこの人かな。この人、ストリートスナップ撮らせてくださいっていう人いるじゃん。TikTok で有名な人。違うかな。違う？あの人カメラ持ってる。そう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 、この人じゃないの。女の子なんか撮ってるけど、この人ちゃうの。 TikTok ねえねえ、これ有名な人じゃないの。 TikTok で女の子撮ってる。ほら、顔わかんないもんね、TikTok、あれ。アノニマスっていうの？アノニマス？おー、ブラブラ。まだ00ね、2回表。あ、ケイノスケも襲ってましたね。ケイちゃんも。いや、アポ撮ってんのかな。いきなりなんかナンパみたいな感じで撮ってたで。まだ撮ってる。うん。アノニマス、クスオ。撮ってもらったら TikTok で有名になれるかな。どうだろうね。でも今日さ、あんまり阪神タイガースのユニフォーム着てる人がいないの。今日一人だけオリックスブルーウェーブのユニフォーム着てる人がいた。あんま盛り上がってないんだけど。本当に今日決まるの？盛り上がってないんだけど。試合見てんのこれ、みんな。全然いないんだけど。普段着の人しかいないんだけど。車テレビ見てる見てるよ。あ、素敵なお便りありがとうございます。誠司さん一番楽しいです。いつも楽しい配信ありがとう。毎日の生活の一つの楽しみになってます。今度心霊配信見てみたいな。七夕のさ、短冊に書いといてね。心霊配信やんないから。うん、長いわ。産業でいいよ、産業で。うん、やんないんだ俺心霊配信。うん、我慢して七夕まで。俺ラジコン大嫌いだからさ、なんかそういう配信やってほしいなとか。めんどくさい。心霊配信で大体電波入んないから、うん、で俺がやっても面白くないのよ。顔が面白いから全然怖くないって言われてさ、もう二度とやんないと思って。うん、陰キャが言った方がいいよ。陰キャが、陽キャが言っちゃダメだ。心霊配信はつまんない、お笑いになっちゃう。ダメ。面白い顔してる人が心霊配信しても面白くない。ダメ。うん、びっくりしない。元葬儀屋だよ。だって俺葬儀関係の仕事したんだよ。お化けなんてないさっていう感じだもん。お化けなんかいたら葬儀屋務まんねえじゃん。だって怖がっちゃって。うん、いるわけねえじゃんお化けなんか。俺はさ、幽霊よりさ、生きてる人間のアンチの方がよっぽど怖いと思うけどね。ねえ、東京行ってる間にさ、大阪の人がさ、配信者さんでさ、東京行ってる間に家のポストにうんこ入れられたりさ、
ドアノブにアルアルファ入れられたりするのがよほど怖えよ。いたずらされるのが車とか自転車とか、うん、幽霊なんか全然怖くない、何もやってこないじゃん。リアルの人間の方がやってくるじゃん、怖いじゃんねえ。先生大丈夫だったんじゃない、多分怖いよねこっちの方がねえ、いきなり後ろから刺されたりさ、そっちの方が怖いで。うん、まあ、心霊配信なんかさ俺マジで見たことあるけど全然怖いとは思わないんだよね。あの YouTube とかさ子供たちがみんな見るじゃん、キッズたちは心霊の動画とか全然怖くない。あ、くら寿司、あ、くら寿司ね、あ、あらちゃんのやつ100円です、100円、100円のアイテムあります。これ5個からお願いね、5個から。うん、リアクションが難しいね、100円だと5個からお願いします。リアクションがさ、どん作るとも言えないしさ、100円なんだよこれ、1個、5個から、うん、お願いね。そう、宝石大好きなんだけど5個からお願いします、うん、ベンツだからさ、一応ベンツだから100円じゃ喜ばないでしょ、100円もらっても5個からお願いします。うん、あの5000円のやつめちゃくちゃ喜びます、5000円のやつお願いします。うん、偉そうではないよね。うん、そう、偉そう俺。偉そうなの俺、偉そうじゃなくない。うん、いつもだよね、何言ってんのこの人、バカじゃないのお前。うん、バブルバルーンはあの100個からお願いします、100個から。うん、いつもここだよね、うん、通常営業だよね、何言ってんのマジで。野球終わるまでずっと車になっちゃうね。でも事件があれば行くけどね、野球よりそっちのけで。事件ないでしょ、なさそうでしょ。なんかちらほらちょっと今日なんか事件っぽいなったけどね、小さいネタばっかりあったけど大きいネタがないね。とてもスイカにはできないなと思って、ブドウぐらいのさ事件がちらほらあったけどスイカまでいかないね。あの流進ぐらいまでいかないよね、流進、あのイチゴからスイカに育てたからね。うん、今日平和だね。現場の政治です、難波の前にいます、難波駅前。うん、ダイヤモンド愉快餃子祭り宇都宮、くだらねえよ、オワコンの人じゃもう愉快とかねえ、オワコンじゃん。な、ナナちゃんたちな、ふわっちジャックされてんじゃん、ふわっちやばくない、ふわ主やる気なくなっちゃって、あれモンジョリジュニアばっかりやる気なくなっちゃう、マジで座れるしねえ。あ、花子さん5個ラスコイ、せいさんこんばんは、そうそう5個からね、宝石5個からお願いします、ナイス、5個からお願いします。狛江も行っちゃったでしょ、うん、モンジョリジュニア強えよな、何にも喋ることなくてもさ1000人2000人呼べるんでしょ、あんな楽なことはないよね、何にもやらんでもいいんだから、何にも喋んなくたって1000人2000人行くんだからさ、嫌になっちゃうよねこっちとら、配信ボタン押すだけだね。ねえ、自分が何も喋んなくても飯食っててもタバコ吸ってもさ何しててもふんずり返ってても1000人2000人行くんだね。
すごいよな。うん、ずるいよなあれ。あ、で僕ちなみに大型免許持ってます。僕も持ってます。なんか麦枝のレイ君が大型免許持ってるってなんか運転しててキャーキャー言われてたからあれなんですけど、僕もちなみに持ってます、大型免許。なんかあの免許持ってるだけでキャーキャー言われるのかなと。お疲れさん、どんつくらすこい。あー、りょうさん、りょうす。うん。ありがとう、りょうす。意外性があるの？俺は？意外性ない？持ってそう。元佐川。佐川男子。大型トラック乗ってた、佐川の。乗ってそう。元佐川だから、俺。舐めないで。うん、レイ君2種持ってんの？2種持ってんの？1種じゃなくて？イケメンだから多分特殊免許2種なの。あれ1種2種負けた。2種持ってんの？負けてんの俺。2種ないって言ってた。1種と2種の違いは、1種はあれよ、貨物だけでは2人ぐらいでしょ。2種はあのお金もらえるレベルよ。お客さんとして乗せれるってことよ。料金取れるってことよ。バスの運転手ってことよ。1種は大型トラックの運転手。負けたの？うん、そう、緑ナンバーとかバスの運転手として勤務ができる資格。謝りに行く？わかんない。2種なんか1種なんか。あ、白ナンバーのバスは一緒。そうそう、一緒一緒。だから仲間内でマイクロバス乗って、お金取らないんだったら、俺の免許でもいいんだけど、お金取るんだったら2種がいるんだよね。うん。バス会社入ってさ。もう教習所行くか。悔しいな。商売できるんだよ。2種は、1種はバスの運転手乗れない。仲間だったらいいけど、友達とか家族とか。うん、2種取り行くから。ムカついてきたな。ちょっと麦わらの例に負けるとはさ。うん、ずっとさ待ってるんだけど、これもう声かけた方がいいかな。ずっと待ってるんだ。ギャウがずっと待ってるんだけど、俺配信終わるの待ってる。ずっとギャウがさ待ってんだよね、そこで。俺の車の横で何やってんだろう。出待ち。あ、お疲れ様です。あ、ありがとうございます。1個ありがとうございます。乗りたいのかな。乗りたいの。ボンネット開けてもしょうがないじゃん。ボンネット開けてどうすんのよ。マシントラブルじゃんそれ。うん、メルセデスに。あ、反応しちゃった。反応しちゃった。何でもないです、すいません。メルセデスって言うと反応するんだよこいつ。へいメルセデスって言うと、ほら反応したの。何を行いますか。何でもないです。反応すんだよこれ、ナビが。そう、シリみたいな感じ。そう、コースター。そうだ、コースターつけないといけないんだ。こう持ってきたんよ、これ。持ってきた。まだつけてないんよ。今つけるわ、コースター持ってきたんよ俺。買ったんよ、ベンツコースター。
踊ってるわ。ここね、これつけないといけないよ、せっかく買ったから。おお、いいじゃん。なんかすぐ取れそう、 すぐ取れそうなんだけど、どうしよう。動くんだけど、テープとか何もついてないんだけど。いいじゃんこれ。ちょっと印刷が左寄ってるけど、左寄ってるね、これ寄ってるよね、左寄ってるよね印刷。これふざけてんなマジで。おい中国、お前仕事ちゃんとしろよお前。ズボラだろこれ、適当すぎないかこれ。偽もしたんだぞお前、左寄ってんだろこれ、ふざけんなよ。絶対取れるよねこれ。両面テープあるかな、両面テープねえかな、ないな。お姉ちゃんちょっとこれつけてくんねえかな、手が短いから届かないんだこれ。お姉ちゃん届かないんだこれ手が。お姉ちゃん、イエーイじゃなくて、お姉ちゃんこれつけてくんねえかな、そこ、これお姉ちゃん聞こえねえか。ああ届いたわ。聞いちゃいねえな人の話を。ああさっきのね、はいはい、あこっちなんだアカウント、さっきのパパの方、あママの方ね、あーありやす、好きだねせいちゃんとみっちゃんね、ラブなの、ありがとう。 俺より乗ってんだこいつ、 BMW 負けてるこれ、なんだこれ青い光、かっけえなこいつ、何これ M シリーズ、 M スポーツ負けてんのこれ、俺のベンツ負けてる、負けてるこれ、ネオンついてる、分かんない、どんなやつが乗ってるか。え俺まあ負けてないと思うけどな、負けてる俺負けてないと思うけどな。負けてんの？これだぜ。俺のメルセデス。負けてる？微妙？ずっといるよね俺の車の横に。ほらずっと見てるやん俺の車。ハリアス一個。ワナンバーじゃねえよ。そうそう、ずっと見てる俺の車ね。うるせえな。何が1億円だよお前。って嘘だよお前。おお、何何何、サイレン鳴った、あのチャリンコ。わじゃねえ、ねだからね。ねね、ごこらすこえらす、あーミルクちゃんです、ミルクちゃんです。飛ばしすぎだお前、飛ばしすぎ。
人跳ねたらどうすんだお前、飛ばしすぎだお前。ねだよね、あそこでもうねポリスたちがいっぱいんだよ。もうバスが20台ぐらい、大型バス、警察のさ、もう備えてるよ今、備えてます。あ、ありやす、ミルクちゃん、ポリスメンが、ずっといるな。今日何人体制なんだろうね、何人体制なんだろう警察官。うん、いや止める1700人、マジでめちゃくちゃ多いやん。もう警察だらけやん南。ねえ、気をつけて。あ、ね、大丈夫、うん、てかね、阪神タイガースのユニフォーム着てる人がいないんだよね、全然盛り上がってない。負けるかも今、何対何、ちょっと俺も見るわこっちで。今日見れるのよ、今日テレビついてんのよこっち。あ、0-0ね、3回裏ね、オッケーオッケー。38年ぶりね、うん、楽しみやね。8時半ぐらいでしょ多分決まるの。それまでね、どれぐらいリードができるかだよね。うん、いやボンネットの乗っかられたらやばいかもね、ボンネットの乗ってきたら。てか TikTok 撮ってる女の子ずっとやばいね、こいつめっちゃ時間かけて撮るんだね。何回も撮ってるわ TikTok の女の子。そんな時間かけて撮るもんなんだ TikTok って。あんな1分ぐらいの動画なのに何回もずっといるで、これ30分以上いるで、これこの子ら命かけてんのこれ。これで飯食ってる、ずっと同じ踊りやってる、何回も何回も。なんなんこれ、お金なんのこれ。TikTok の動画ってバズったらお金になるの。練習っていうかは多分なんか撮り直してんじゃない、なんか笑いながら今の間違えちゃったハハハハみたいな。お金になるの、あ、だから頑張ってんのこれ、笑いながらめっちゃ笑ってるで。いや動画の方はどうなんだ、お金にならないんじゃない。インタビュー行く、ゼロワンって知ってますかって、友達なんですけど。収益ついたの、ワンライブ紹介する。いや女はダメなんでしょ多分。500円入んの、動画1回くらい撮るだけで500円、マジで。え、楽しいの動画を撮ってんのが、何が面白いの全然意味が分からん、何が楽しいのか分かんない。あれこれアンダーバーわざとやってる、わざとやってる。302号さんなんか書いた、ブロックされたい、これわざとアンダーバー違うな、運営さんが用意してるアンダーバーじゃねえな、太いな、なんかこのアンダーバー太くない、いや太くない、線が自分でなんか作ってないアンダーバーを。あれなんか不安しょこいつ、バトル画面だった、誰かなあれ。太いよね、なんか太いよね、わざと書いてるよね一緒。302号さんなんて書いたの、でも三つ輪って書いてるよね、悪口書いてるこれ一緒かな、なんか太いような気がするな、わざと書いてる気がするな。302なんて書いたの、太くない
なんて書いたの302。なんて書いた、一緒だった、なんて書いたんだろう。302号さん、なんて書いたの、なんて書いた、うん、え、モンピちゃんいるの、どこにいるの、俺のベンツ見つけた、嘘でしょ、どこにいるの、モンピちゃん、どこ、モンピちゃんどこにいるの、どこ、おいでよ、どこにいると、どこ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 、おいでモンピちゃん、もうイルミネーションしてる、どこ、出てきて、なんだよ遠くから俺の車見っけとか言って来ないんかよ、来ないの、じゃあいいよ、もうプッチョあげないからね、プッチョあげないよ今来ないと、いいのね、あげないよ、もう来ないんだったら、うん、欲しい人は来てください、プッチョコーラ味あげないよ、じゃあ一人一個、うん、うまっ、お布施いくらがいいってさ決められないよね、希望額がいくらぐらいだったのわかんないね、10万ってさ、10万持ってくんの、10万、なんや、多めに言った方がいいかな、なんつったよ、20万、上行ったらキリがないね、うん、あ、でも5万ぐらいでいいよ、気使わないで、5万ぐらいでいいよ、あ、3万でいいよ、3万、うん、1万でもいいしね、って言ったら1万円持ってきやすくなるでしょ、最初から1万円で決めてて、最初でかい額を言ってだんだん下げていくと持ってきやすくなるでしょ、あ、1万円でもん喜んでくれるんだって、うん、なるよね、行こうかなって、でもどうせ持ってきてくれないでしょ、持ってきてくれんの、やべ、サムネイルメクソついてた、サムネメクソついてんじゃん、言ってよ誰か、めっちゃダサいじゃん、サムネメクソついてる、言ってよ、寝てたからアップしすぎた、10個ラスコイ、あー、ガガちゃんありやす、ちょっとだけチラッと来てくれた、ずっといてよ、うん、あ、次5万ね、うん、じゃ誰かコーヒー買ってきてよ、コーヒー冷凍買ってよ、冷凍ありありの冷凍、チョンスフォローしてる、なんで知ってんの、あ、さっき見えた、
アイテムくれたからさ、フォローしたんだけど、もうくれないからこのフォロー解除しようかなと思ってる。アイテムくれる人はね、配信者さんはフォローしてます。でもあんまりアイテムとかくれなくなってお付き合いが疎遠になった人はどんどん解除していきます。うん、最初くれたんだからフォローしたんだけど、うん、今何倍駅の前、大阪城の前にいます。何倍駅、そうそうそう、そのさ、パチンコの名前なんて読むのそれ、四回路なんて読むのそれ、いっつも俺不思議に思ってたんだけど、そのパチンコの名前なんて読むのそれ、中国語、四回路、四回路って言うんだ。へー、絶対経営者中国人じゃない、 100% 在日中国人だよね、日本人じゃないよね。四回路なんか名前つけないよね。 100% 在日中国人だよね。ねえ、絶対つけないよさ、四回路なんか。回んないんだ、出ないんだ、四回路。韓国人なの？うん、中国人多いよね。ちょ、誰かコーヒー買ってきてくれへんかな、大阪のリスナーさん。コーヒー、コーヒーください。美味しいコーヒー飲みたいな。美味しいコーヒー持ってきて。誰かいない？コーヒー飲みたいんだよ。持ってきてくれんか。タリーズある？タリーズ、タリーズあった、後ろにあった、タリーズあるある。誰か買ってきてくれんか、タリーズ。あそこにあるわ、あそこ、これこれ、タリーズ買ってきてくれんか。おー、めっちゃ笑ってるやん。めっちゃ笑うやん、俺の車見て。サンルーフついてますからね、すごいでしょ、すごいでしょ、これこれ車利用されてるかもね、映してるかもね、俺の車。あ、映してないか、インカムだから。ちょっと待って、今時サンルーフ草って書いてる人いるんだけど、あのさ、ダサいの？今時かあるの？昔の車になっちゃうのこれ、サンルーフついてるとダメなの？今時の車はサンルーフなしなの？少ない？昭和なの？嘘、マジで？時代遅れなの俺、憧れてたんだけど。サンルーフ、マルチモニターねえ、革シート、憧れてたんだけど、僕高校生の時からずっとサンルーフ、マルチモニター、革のシート。遅れてんの俺？そうなんす？憧れだったの？好きなの？うん、ダメなんす？
そう、ここ光ってんの。ここ仕込んでる、ライト仕込んでる、ライト。エロいでしょ、かっこいいでしょ。あ、自慢しなきゃいいな。あね、自慢しちゃった。自慢に聞こえるのかな、何でもでも自慢に聞こえるのかな。ベンツ乗ってたりさ、タワーマン住んでたら色は変えられないんだよ、ここは。多分ここは青だと思うよ。ここは変えられないと思うよ。変えれんのかな、わかんないけど。変えれんのこれ、ここ変わってんの見たことないな。多分青一色なんじゃない、ここは。ちょっといじってみる、アンビエントライト。多分無理だと思うね。変えれんの、いや変えらんないんじゃない、いや変えらんないな。あ、変わってんな、変わってんなこれ、変わるな、変わるわ。初めて気づいた今、変わるんすね。変わるわ。ここの色と連動してるわ、ここの色と。ちょっと薄いけどね、 ここを変えると変わるわ。なんかアンビエントライトカラー、どうやって変えるのこれ。まあ、マルチからアニメマルチ、これターコイズ、赤、赤になった、赤、黄色、黄色、黄色、何色、緑、緑、ターコイズ、緑、ターコイズ、紫、あ、水色、濃い青、お、濃い青。オフはないね、オフはないよ。紫、紫どう、紫どう、いい、紫よくね、紫かっこよくね、紫、下も紫、紫これいいよね。ここも紫いいよ、紫いいっしょ。あ、蛍光ピンクあった、右乳から、右乳から、どう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 、右乳からピンク、ピンク、やだ、ギャウ、ギャウ、ギャル 大好きでしょこれ、下品、なんかやだ。じゃあ紫か、白とかあるんだよ、白、白あるよ、白、白は映えないか、映えないな、白は、白映えないじゃん、全然映えない、全然わかんないじゃんこれ、いまいちやろこれ。薄い、薄いパープル、薄いパープル、薄い、
やだな。何色がいいでしたっけ。紫。お、紫いいよ。紫。何でもいいっすよ。飽きた。俺も飽きたよ、もう。もういいだろ、もう。だから、長いんだって、阪神タイガースが決まるのが。長いんだよ。尺取らせろよ、これで。ベンツせっかく買ったんだから。うん。阪神3点来た、これ。ありがとうございます。来た来た来た。飽きたよ、俺だってもう。ホームラン来た。お、ほんとだ。ハイタッチしてる。誰が言ったの？ネウス。ネウス。3点来た、これ。ノイジー？ノイジーっていう人？うえぇ！みっちゃん一番早かった？5個ラスクイ！ミルクちゃんです。みっちゃんコメントしたの？みっちゃんいたの？あ、みっちゃんいたいた。せいちゃん、そつきじゃない。すげえじゃん。3対0。ノイジー？知らんわ。28歳。ノイジー。勝ちか？勝ち確？せい、嘘つかない。ネウス。ネウスじゃないな、あれ。ノイジーってもの、あれ。ネウスかと思った。今まだ何？何回？何回？4回。4回表。ああ、道頓堀がこれ、一気にね、来るぜ、お客さんが。流れ込んでくるぜ。南、やばいね。阪神3点。3点入った。大体何点差ぐらいまでついたら、勝ち確なの？ 3 点じゃまだ分かんないでしょ？もう、サッカーだったらほぼほぼ決まりなんだけど、野球ってボコスかボコスか打線が爆発したらさ、わかんないもんね。どうなんの？野球詳しい人いる？わかんないでしょ、まだ。6点ぐらい？ 7 点とか8点とか。7点ぐらい取らないとダメ。だよね。打線に火がついたらやばいもんね。6点でも危ない？阪神ピッチャー強いから大丈夫。あ、そうなの。今日のピッチャー強いんだ。昨日のオリックスのあのピッチャーが化け物なんでしょ。由伸だっけ。由伸今日いないんでしょ。由伸昨日のピッチャーじゃないんでしょ。これ由伸じゃないんでしょ。山本出てないでしょ。うん、化け物でしょあいつ。由伸、信之じゃない。阪神リリーフ最強なの今日。抑えられるじゃん。今日のやつはなんてやつ。こいつ宮城ってやつが投げてるの今。なんで化け物今日出ないの、わかんない。競馬だったら連投になっちゃうから。どうなんだ、野球のルールがわかんない。なんか同じピッチャーはダメなのかな。昨日と青柳、山本昨日完投したから2日連続きついはず。連投ダメなんだ。じゃあ1回から9回まで投げちゃったんでしょ、1人で。うん、それさ、ふわっちだったら弱いよ、そのチーム。1人しか投げ師がいないってことでしょ。弱いね、多分負けるね、その理論で言うと。うん、弱い。イベント負けるね、1強だと。みんなが強くなきゃダメ、チームは。やっぱり一人一人が、おのおのがこう投げないと。一人しか投げ師がいないと一緒だから、9月で言ったら。弱いね、オリックスは。多分、阪神強いね。うん。ダメだ、一強は。どの世界も一緒で、野球と一緒なんだよ、9月のイベントって。一強だとダメ。その人連投させると疲れちゃうし、ねえ、カード止まったりするから、ダイヤみたいに。みんながこう応援するチームじゃないと負けるよ。どんなに強いやつでも、アムチンでもね、ゼロワンでも、
養分でもセージでも負ける。要はあの辛味酒と同じ状態、ハーゲンダッツしか投げ師がいない状態、それと一緒、負ける。みんなが応援するチームじゃダメ。うん、伝統ダメダメ。そんな投げ師一人しかいないってやばいだろ、終わってんだろオリックス。チームのスポーツだから、チームワークのスポーツダメですね。うん、オリックスでも一人しか有名なやついないらしいよ、俺にわかだから分かんないけど、うん、多分オリックスファンの人かな、一強ちゃうよって言ってる人いるけど、うん、他にも強い人いるんだろうけど、そいつしか目立ってないじゃんね、山本だっけ。ダメだね。でそいつがまたメジャー行っちゃうんでしょ、オリックスでまた弱くなるよ、山本抜けるんでしょ、弱くなるで、うん、いなくなるんでしょ、また弱くなるよ。うん、だからここで優勝しとかないとダメなのに、2位だね、2位阪神の方が強いね多分。うん、山本メジャー行っちゃうって来年もうダメだね、オリックスの時代はない、ワイコンだね、ワイコン。うん、あーオリックスのガチ勢いる、怖い。ちょっと129号さんやめて、ガチ勢怖いわ、なんか守ろうとしてるね。オリックスの悪口言ったらなんかガチのトーンで言ってくんのやめてよ、怖いわ。地味に揃って勝ち上がってきてるんですけど、やめてよ。2チャンネル行ったよ、2チャンネル、2チャンネルで喧嘩してきてよ、めんどくせえから。ここで書かないでよ、ガチレス。プロ野球のとこ行ってきてよ、2チャンネルのあるからさ、ガチ勢がいっぱい、あそこにエンタメやからさ、やめてよ。うん、エンタメ超えてきてるもんそれ。5チャンネルか、5チャンネル行ってこいよマジで、めんどくせえな。あ、甲子園もそうなんだ、開放されてんの、人がなだれ込んでる。じゃあ大きい画面で見せてくれんのかな、タダで。はい、阪神頑張れっつって、タダでしょうね、もちろん。今日あれじゃない、スポーツバーとかもいっぱいなんじゃない、大阪のスポーツ観戦できるバーとかすごいんじゃない、テレビ出るんじゃない。え、待って、ワンチャン明日の朝のニュースのなんかねえ中継とか動画載るのってスポーツカフェとかじゃねえの、中継入って収録してねえ、明日の朝のさニュースで出るのが阪神ファンの様子っつってさ、スポーツカフェとか行った方がいいんじゃないこれ。映り込み行くか、どこなんだろうな、スポーツカフェ、有名な大阪の阪神ファンが集まるスポーツカフェ。うん、そう、よくプロ野球で熱く語れるような、わかんねえ俺にはマジで、ほんとわかんねえ。てか東京盛り上がってねえな、ごめんね、関西ばっかり盛り上がっちゃって。あのパリーグのさ、あの優勝候補もさ大阪なんよ。うん、で阪神でしょ。あ、一個ずつありやす、一個ずつ、あ、ありやす、一個ずつ。英語の方、100円ラスコイ、200円ありやす、うん、あ、阪神勝つよ、勝ってくれ、どんつくらすこい。あ、麦さんありやす、ありやす。関東静かでしょ。東京昨日から物騒な事件起きてる、マジで。どんな事件、そんな起きてんの、知らないんだけど。ニュースになってる、ホストが刺された。へえ、そうな、どこで、歌舞伎で、マジで。へえ、知らんかった、知らない。
飛び降りも昨日ホストが首刺された。動画すごい出てる、刺されてる動画があるの。ツイッターに動画あるよ。1800万貢いだ女が刺したよ。ゴジラから飛んだよ。マジかよ、ガチ血だらけ。ちょっと探していい？ちょっとごめん、気になっちゃった。勝った？うっそ、ホスト歌舞伎検索。うわこれや、これだ。うわうわうわ、殴ってる、血だらけ。うわなんで助けないのこれ、周りの人。うわうわ、うわどうした、マジかて。マジやん、1800万刺されたホストの顔が見たい、ホストの顔が見たい。これかな、刺されたホストの顔が見たいんだけど、わかんない。せいさん気をつけてね、10個ラスコイ。あー聞いちゃいます、気をつけないと。俺もわかんない、誰かホストたち助けてる女もいた、なんかこう心臓マッサージみたいな。本人ツイートしてる。あと東方シネマ、ゴジラ、ゴジラ、それ動画画像、飛び降り、大した顔じゃなかった、飛び降り。どんな画像が上がってんの、飛び降りは。飛び降りるところ、意識戻ったってしてる。ライブカメラ、ゴジラの横に立ってる。うわこれや、ライブカメラ。うわ落ちたやん、木に緑の葉っぱだらけ。うわ死んだ、わかんない、どっち。と人が飛び降りて木にぶつかったっぽい。監視カメラの映像と写真、ホストが刺されたり歌舞伎町行かれすぎ。うわどっちだこれ、飛び降りたやつは誰なの、男。
うーわバンジーしちゃってんじゃん、紐なしバンジー。うーわでも木がクッションになってるね、ちょっとね、クッションになってる。足が変な方向見てた。男なんだ。うーわマジかよ、えぐ。なんゴジラのビルって登れるのあれ、ツイッターにある。あるどうやって行くんだろうね、何があったんだろう、何が嫌になったんだろう。生きてればいいことあるのに。皆さん早まないでくださいね、早まらないでね。こんな行動を起こす前に全財産僕にアイテム投げちゃってからお願いしますね。早まないでよ、大丈夫、俺に全部投げてからね。うん、なんだろうね、男と女かな、やっぱり男と女。でもそんなさ、人生かけてまでね、ホストに貢ぐ女も悪いよね、1800万もさ。うん、バカなんじゃない、こんなね、えバカでしょ、くだらねえよね、彼の使い方がさ。しょうもねえ、付き合うわけでもねえのにさ、ホストで金使う女ってさ、よくわかんねえ、頭狂ってるよね、気違いでね。こっちに投げた方がよっぽど幸せになれるのにね、みんなね。この女も俺に使えばよかったのに、こんなことにならなかったのにね、満足させるからね、俺はね。満足させてないんじゃない、うんねえ。色恋ほんと危険だね、マジで狂わせるね、女を本気にさせる分さ、狂わせるね。うん、いやもう道頓堀行けないよ、もう人が多くてすごいよ、警察官の数とか電波の取り合い。うん、色恋ね、色恋ってさ、いつの時代からあるんだろうね。江戸時代とかからあったのかね、縄文時代とかね。なんでやるんだろうね、色恋って。うん、やっぱ金だろうね、金。詐欺師だよな、色恋って。詐欺じゃない、色恋って。俺詐欺と変わんねえと思うけどね。夢を見させてあげてるんだとか、なんか綺麗事言うバカいるけどさ、この詐欺だと思うけどね。好きでもないのに好きだよって言ってお金引っ張るんでしょ、自分の金のために、売り上げのために、自分の地位を守るために。詐欺だよな、ホストなんかさ、いらなくない、いる、夢を見させるお店いるかね、キャバクラとか。いらないと思うけど、時間を売ってるとか、いる？ホストいらないだろ、だここにいるじゃん、ホストが。ねえ、ここに使えばいいじゃん、そんな足運ばなくていいんだよ、家にいながらさ。ねえ、イケメンにさ貢ぐだけでいいじゃん、アイテムでさ気持ちよくなれるじゃん。ジェックラスカイ、詐欺師ですよ、詐欺師です、キキチャリやつ。ドンペリ入れてくれればいいじゃん、俺に。そんなホストなんか行かないで。ねえ。バカだぜ、あんなホストクラブなんか行って1800万使ってさ、ホスト刺しちゃうとかさ。何もしてあげるよ。満たしてあげるよ。気持ちいいで、ファンタスティック投げたら、俺に。すごいコール、叫ぶで。コールしてあげるで。
やめときなホスト、もったいないよ。絶対俺に使った方がいいよ、幸せになれるよ。そうそうそう、ホストで200万使う、こっちで200万使った方がいい。バカげてるよな。俺 1万円でコールするで。そんなホストなんか20万とか30万とか使わないとコールしてくんないよ。俺1万円でコールするで、気持ちいいで。ねえ、イケメンがいいか、こんなおじさん。ダメか、ダメ。お前がアラブ、石油王、ビリゲッツ、トドバク、サモス、ここまでね、ここまで。あー、キキちゃんありがとう、ここまでね。5000円だから、1枚だったらね、2個だったら最後までいったけど、どん作らす、こい。そう、俺ももうあのさ、なんとフワッチでさ、自分のタイプの女見つけるじゃん、爆投げしてるおじさんいるじゃん、わかんねえ。俺もなんでそんな投げんのかなって、キャバクラと一緒なのかね、感覚が。わかんねえ。俺もいくらお金持ちになっても女にこう投げたいと思うね。誰だよ、チヤフヤされたいんだろ、 LINE とか教えてもらって電話とかしたいんだろ。加工だぞ、全部加工だね。騙されてるのマジで。バカがいるよな、そんな可愛くねえのにさ、何百万も投げてるおじさん。もったいねえマジで、何も残らんぞ。俺は残るからね、ちゃんと。せいちゃんに投げてよかった、5年後10年後もね、よかった、せいちゃんに見ついてよかった、幸せだ、今すごい幸せだ、心が満たされるからね。ご助会だよね、老後も安心だよ。老後心配でしょ、老後が不安な人は投げるといてね、50回だから、5秒だけね。可愛いっしょ、よく言われる、せいちゃんのお目目可愛いねって。愛くるしいでしょ。イベント出たらお願いね。ピーちゃん交代した？今5回ぐらい？今コマーシャル入っちゃってね。あ、バースデーみたいな、断って断って、いらん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 、いらんって、めっちゃ金使わされるんで。やめ、もう仕事で忙しいって言ったらいいから。断ってやろうか、俺が、電話で。断ってやるよ、俺が。ミニラさん店出したね、あれ本当なのね、ミニラの店
ミニラバーオープン。みんななんかバーやりだしてんだけど。ヨブンとか行った。ゆうとくんにプレゼント。一日店長でしょ、これ。でしょ？日曜日だけでしょ？おかしいなと思ってんだよ。ミニラバーとか言って。うん。日曜日だけでしょ？だと思ったよ。おかしいなと思って。こんなミニラバーなんか。ねえ。お店だったら大変だよ。誰も来んねえね、これ、毎日。うん。俺もお店やってもいいと思うけんだけど、毎日来ねえとさ、誰かしらさ、暇になっちゃうよね。配信者バーってさ、毎日来ねえじゃん。ねえ。毎日来てくれるお客さんがいるかどうかだよね。今日お客さん何人来たのって聞かれて、0人って言って。ゼロの日めちゃくちゃありそうじゃない。だからやだわ。0人。うん、こだってみて。うん、ダメだったら電話する俺。行かなくていいから。一日店長まず来ないね。誰も来ない。来ないよね。絶対来てくんねえじゃん。あ、メギシバー入ってたね。結構ね。人気だったね。でも配信者ばっかりや、ほとんど。リスナーさんも来てないね。なんかどうでもいいやつ。ザコのさ、仮想配信者がいっぱい来てたね。あんなんじゃお店絶対儲からんて。ザコのさ、金使わねえ配信者がねえ、バーって来てさ、配信してさ、何も頼まねえでさ、帰るでしょ。絶対儲からんよね、あんな。うん。うぜえよな、仮想配信者ばっか来てさ、配信つけながらさ、せいじさんの場合行くとか言ってさ、だるいよね。そこでアイテム上がったお金の半分よこせよって思うけど、半分やれよみたいな。売名ね、うん、体調悪いでいいよ、なんでもいい、こたて、うん、リンキャリーな。リンは絶対来るな。リンは絶対来る。アイコも来る。ああ、水一杯5000でもいいね。飲み放題ね。3000とかにしてね。儲からんよね。うん。売名してた頃、金渡してた？売名まず行ったことないね。そういう売名とか。あんまり。引っ込み思案だったから。大手さんとかやっぱ恐れ多くて行けないね。うん、悪いなと、なんかリスナーさんに叩かれそうみたいな、怖いみたいな。うん、なんであれ配信者って暴れてさ、警察沙汰になるんだろうね。あれなんでなんだろうね。盛り上げると思って、疑惑を。なんで喧嘩するんだろうね、配信者って。酒飲むと。うん、爪痕、閲覧発作に、閲覧増えるから。なんで暴れるんだろう、配信者って。トラブル起きるよね、絶対。下積みあったよ、めちゃくちゃ。うん、バイさんとランハゲさん会いに行った、奈良で。うん、警察来たらねえ、閲覧跳ねるけどね。やっぱあれなんかな、表上はさ付き合いはあるけど、酒飲んだら本心が出て、実はお前のこと嫌いなんだよねみたいなの出ちゃうのかな、酒飲むと。それで喧嘩するのかな。お前の方が稼いでるし、閲覧もあるしみたいな、嫉妬とか持ってるのかね、嫉妬心を常にあるのかね。自分が一番かっこいいとか可愛いとかあるんかな、俺の方が上だみたいな、配信者として俺の方がお前より上だわみたいな、
で、なんかマウントとか1個でも取られると向かってイラッとするのがね、そうだね、酒飲むと本性が出るんだろうね、多分ね、イラッとするんだろうね、うん、ほんで暴れるんだろうね、で殴られた警察、はい警察ってなるんだろうね、うん、承認欲求強いな、配信者って。マジで承認欲求の塊だもんね、配信者って。目立ちたがり屋、自分をよく見せようとしたり、人より目立とうとしたり、うん、人一番目立ってやろうみたいなさ、爪痕残そうとかさ、面白いでしょ俺みたいな、私一番可愛くないみたいな、そういうやつ多いよね、やっぱり。あのスパークでもさ、無駄にガヤを頑張ってた人いる、ガヤを、つまんねえやつほどガヤがすごい頑張る、目立とうとしてね、便所太郎、過疎の地ほどガヤがすごい、すごいなあいつ。あー1点追加きた、これ阪神4点目どんつくらすかい、そりゃきた、これなんで、なんでなんで入ったの、これホームラン、4点目きた、 4-0。 おー、これ準備した方がいいか、これ何、ヒット、ヒット打ったの、森下何塁にいたの、ランナー何塁から行ったの、ヒット打った、はい打った、どこにいたのランナー、一塁三塁いたの、三塁が帰ってきたの、やるやん、三塁、三塁から帰ってきた森下、こうやってやってるわ、もっと盛り上げろ、森下翔太やるやんかお前。あーこれ決まったか、これ 5-0、 さすがにこれ逆転はないだろ、もうルーキーなの、満塁、今満塁、満塁きた、5点目きた、5点目早いな、おい展開が、 5-0、 まだ満塁なのこれ、1時間でから来て、もういいよ行かなくて、使わないでそんな、まだだよ、満塁だなこれ、これ満塁じゃん、満塁、今度はリアタツか、違うか、満塁きた、大阪府警アップしといて、これもう来るで、京セラドームから来るで、ぐわ来るで、あ一塁三塁ね、今一塁三塁ツーアウトね、5回表、これまた追加点来るんちゃうか、これな、なんなんこれ、打線爆発してんのこれ、すごいな、佐野が応援してんのこれ、 KP っつって、すげえじゃん、うん、あーオリックスファンがいる、336さんオリックスファンでしょ、オリックスでしょ、喧嘩やめてね、5チャンネル行って、5チャンネル、ここは喧嘩しないで、いや阪神優勝かもこれ、やばいね、これで追加点入ったらやばいね、オリックスマジ無理やで、も逆転無理やで、
入るか、追加点。これ押し出し満塁もあんじゃねえこれ。うん、モンピちゃんちょっとやめて。リプキン、リプキン、分かったから分かったから。もう熱くなりすぎ、オリックスの人落ち着いて。イラッとしたらアイテムを投げて、イラッとしたらそれスカッとするから、チキショーっつって花火投げて、コメントで喧嘩しないで、アイテムで喧嘩して、アイテムで、アイテムだったらリップ OK にするから、今日喧嘩していいよ。花火1個つけてくれたらリップし放題。オリックスと阪神で戦っていいよ。うん、リップ OK、 バブルバルダメ、花火から、花火で喧嘩していいよ。スパークしていいよ、花火で、花火を打ち上げろ、スパーク。あ、いいとこ落ちた。あー、これ満塁か。あはー、追加点来た。これやばいじゃん、 6-0 来た。来た、6-0、やば。どうした阪神、6点目、来た。強くね、猛攻。阪神タイガースすごいな、点差がな、広げる。阪神一緒確定だな、もう確定、確定です。でこれさ、ひっくり返したらもっと神回だよ。いや、オリックスファンの皆さん、まだ諦めないで。最後ファンタスティック20倍出たらまだあるよ、ファンタスティック20倍出たらありえるよ。うん、今6万点差で負けてるけど、ファンタ20倍かましてくれたら、うん、いやー盛り上がってまいりました、大阪京セラドーム。まだ5回だからね、5回だよ。パリーグってなんか打線強いイメージあるけど。あー、お前がアラブ石油ビリゲストとマクソンマサイトップ、お月様いないとやっていけない、ロンツクラスカイ、そうりゃありゃっさー。お月ちゃんはどっちのファンなのかな、あれかな、阪神ファンかな。僕はね、オリックスあんま知らないから阪神ファンにしようかなって感じ、今日は。うん、オリックスあんま知らない。飛ぶときは聖様に全部投げてから飛ぶね、どんつけラスカイ。そうだね、その方がいい、全部投げてからね、飛ぶときは。アベノハルカスとかね、いろんなとこあるから、大阪は。ここでもいいんじゃないか、ここでも十分高いぞ、死ねるぞ、ダイヤ、ここ高いぞ、あそこでもいいぞ。うん、パワーサンドンツクラスカイ、そーりゃ。コビルジャイアンツ、ジャイアンツ好きなんだ。ジャイアンツね、俺も昔からジャイアンツ、親父がジャイアンツ。阪神は敵だって、教わったからね。いや、もうイルミネーションついてた、早いね、コマーシャル多いな。ちょっと待って、トイレ行きたいんだけど、歯科医行ってこようかな、歯科医、歯科医行ってきていい、トイレないかな、おしっこ行きたいわ。6-0 ね、行ってきて今のうち、いいっす、ちょっと見ててくれる、歯科医行く、ちょっとおしっこ行ってくるわ、見ててくれる、警備してくれる、警備オッケー、ちょっと行ってくるわ、中勤切らんねえよ、大丈夫だ、
大丈夫。Thank you.
どうした？どうした？うるさかった？うるさい？あ、すいません。うん、なんかキンコン、キンコン、キンコンってずっとなってた。うん。鍵ねえぞ、鍵ねえぞって車が言ってんね。タリーズ行ってきたった。タリーズロイヤルミルクティーおいちい何書いてんねんこの野郎てめえ。鬼が F カップでてめえこの野郎。どうでもいいんだ今なれ。おいちい、ふざけんなよお前、ふざけんなよマジで。いや今日しのぎ悪いな、しのぎ悪いわ今日。日曜だからニートしかいないか。焦っちゃってるか今日は。投げさん、うちのピッチャー誰かいないの？リリーフ陣ちょっと投げさんいない？ちょピッチャー交代、投げさんいないのこれ。1万いってないんだけど、ノルマ。そう、投げしないの今日。リリーフ陣どうした？肩壊したかこれ、投げすぎたこれ昨日。うん、ない、球ねえか、球。家族サービスなんよ、しゃあないか今日は。しゃあないな、2軍か。うん、野球に夢中、投げてる場合じゃない。
あ、打ち上げた。取れよ、取れよ。取れよ。オッケー。取った。あのさ、同じ大阪に行って外配信してたらさ、この人とこの人合流させたら面白そうになるってお前だけだよ。あ、やめて、そういうの。ね、いるんだよ、そいつ。誰々と合流したら、誰々があそこにいるよって。近いよ、せいちゃんって言ったら。うん、何すんの、それで合流して。うん。いるんだよ。やめて。NG ぶち込むよ、お前みたいな。金も出さねえしよ、口だけ出して。やめて。さっき会ってきたんだよ、俺。配信外で、養分と。やめて。終わった、うん、こういうやついるよな、絶対。女なのかな、誰が書いてんのこれ。男、女なの、にわかなのかな。プロレスではないね。プロじゃないね、アマだね。うん、やめてね、うん、気持ち悪い。刺すじするな、俺様に。刺すずを。あった、俺に刺すずするな、俺に。俺は天才だ、なめるなよ。刺すずするな、いちいち、うん、ミルクティーおいちい。あのね、ロイヤルがつくだけでめちゃくちゃおいちいくなるね、ミルクティーって知ってた？めちゃくちゃおいちいんだけど、なんだろうな、この茶葉のなんつうの、贅沢な感じ、なんつったらいいんだろう。ロイヤルミルクティーってすごい美味しいね。普通のミルクティーとちょっと違う、高級感があるというか、わかる。なんなんだろうこの美味しさ、すごい美味しい。うん、全然違う。養分南にいるの、マジで行く。ならないよ、お前知ってるよ、お前知ってる。ならないよ、それ。ジュース飲んで大丈夫でしょ、本当はダメかもしれない。俺が働いてたパチンコ屋の名前、ロイヤル、パーラーロイヤル。俺が二十歳の頃働いてたパチンコ屋、パーラーロイヤル、うん、潰れた。目の前にさ、ワールドっていうなんか福島から来たさ、ビッグチェーンができてさ、ズドンって立ってさ、うちらが300台ぐらいだったのかな、台数が。で、560台のお店ができちゃって、全部座れた。強いね、大手は。大手のやり方か、それ。仮想店の目の前に作りやがってさ、道路挟んで。うん。ねえ。一気にお客さんいなくなって。整理券配りに行ってきますってさ、9時ぐらいから行くじゃん、誰もいねえの。誰もいねえ。で、おしぼりとジュース配ってんだけど、コーヒーとお茶とさ、ね、持ってくんだけど、カゴに入れて、いるかなと思ったお客さん、誰もいねえの。うん、ワールド福島県、もともとは本社が目の前に立っちゃってさ、なんか工事してんな、まさかパチンコ屋できねえなと思って、うわ、ワールドって、パチンコ屋じゃんつって、店長やばくないですかこれって。あ、知ってたよつって、なんでもっと早く押してくんないですかつって、これ客座れますよこれつって、だから今日からお前たちには、あの国道沿いで着ぐるみを着てもらう、でプラカード持ってもらうつって、そんなんで客来るんすかって、やってみないと分かんないだろつって、めちゃくちゃ恥ずかしいやった。のぼり持って着ぐるみ着てこうやって。めちゃくちゃ恥ずかしかったよ。ハッピー着たりさ。うん。客寄せパンダで。潰れちゃった。で、その後ガイアさんができたんだよ、大手の。もう観光地泣いてんで。ガイアさんもでも勝てなかった。うん。カバの着ぐるみ着てどうすんだよ。ガイアさんでかいけどね、
勝てなかったね、ワールドさんに。潰れちゃったね。倒産したの？ガイア？マジで？嘘やん。え、だって、日本でナンバー3じゃない？マルハンでしょ？ 1 位が。で、2位が？なんだっけ？ダイナムでしょ？ 3 位がガイアじゃないの？破産？マジで？そうなん？先週？うわ、パチンコ業界オワコンか？民事再生手続き？マルハンが買い取ったの？うわ、強いな、マルハン。ワンライブ入った感じか、Z 界が。合併、買収。850億の負債、やばいじゃん。800、ハーゲンダッツでも無理だろ。売却してた店を。マジっす。ぼったくり営業なくなるっていうか、1800億、どっち、800億、11億とか出てるけど、何億かかんない。そうですか。ガイアね、一世風靡したよね、うちらの時ね、4号機の時ね。ガイアっつったら知らない人いないよね。マルハン強えな、やっぱり。マルハン1133億の。ハーゲンダッツさん、どうにかしてくんねえかな。無理か。じゃあさ、家庭持ってる人いたじゃん、ガイアで働いてる人は。大変だろうね。どこに就職するんだろうね。何千人っていいんじゃない、何万人って。にわかばっかりやな。ガイアを買収したのは竹藤を買収したファンド、実質竹藤グループの会社になるわなって。ぼったくりだった、1100億円の負債。信頼購入できない、あ、金がなくて。それじゃ無理だね、営業できないわ。ライバル店に差がつくばっかりだ、それは。てかもうさ、パチンコ業界がオワコンなんじゃないの。もうつまんねえんじゃない、台が。だ、客来ねえんじゃねえ、いくら還元しても。脳汁が出ないんでしょ。無理っしょ、つまんねえもんね、パチンコでしょ。行かないでしょ、みんな、もうパチンコ。あのパルちゃんでさえもう行ってないじゃん。タバコ吸えねえしな、マジで。それな、あんな大衆娯楽なのになんでタバコ吸えねえんだよ。出ねえし、タバコ吸えねえし、余計イライラすんじゃん。無理なんだけど、俺もう前言ってたけどさ、もう行きたくねえよね、思んねえもん。でさっきさ、歯科医療行ったんだよ、トイレ行ってさ、すれ違ったおじさんがさ、髪の毛ギトギトでさ、ジャージ着ててさ、 T シャツデロンデロンの T シャツ着てさ、すっげえ臭かったな。こんなやつと一緒に打ちたくねえよみたいな。めちゃくちゃ臭えじゃんと思って。変なやつばっかりじゃん、やべえじゃん。なんか風呂入ってねえやついるじゃん、不潔だよ、パチンコや。オリックス応援できない、できない、風船じゃ無理。花火だったらダメ。米版だからね、米版翔平、米版。ダメよ。何、オリックス応援してって言ってる。阪神だよね、だからオリックス無理や。でも 6-0 でしょ、無理無理無理。オリックスファンなんだね、翔平は。米版
上野に据えるとこあんの？いや上野まで行かねえもんね。何書いたんだろうね。なんだっけな。なんで米場になったんだろう。もう無理やで。オリックスファンの皆さんも無理やで。38年ぶり優勝決まるで。日本一やで。阪神。来るで。ビッグウェーブが。虎が吠えるで、今日は。今日は大阪のさ、阪神ファンのカップルは、もう、やりまくりだ、嬉しくて。ずっこんばっこんだで。ラブホテル、もう満室だで。ラブホテル。大丸セール来るね。やりまくり。オリックスにハンデ出てるから、応援して。ハンデ？ハンデなんか出てないでしょ。満室だで。もう出しまくりだよ。あ、上司もか。どこスポンサー？え、大丸もスポンサーなの？阪神って。ハンデ意味わかんないこと言ってる。大丸もそうなの？阪神、上司だけでしょ？大丸もそうなの？どこなの？あとスポンサー。阪神の。阪神百貨店。ハンデはハンデ。なんだハンデって。大丸セール？ローソン、朝日ビール？上信？上信大セール？マジで言ってる？明日？阪神、阪急百貨店。ハンデって意味わかんないこと言ってる、この人。なんなの、ハンデって。これ野球賭博やってるやついんのかな？いんのかな？やってる人いんの？これいる？阪神とオリックスかけてさ、いるの？これマジで？これ阪神にかけた人やばいんじゃない？絶対いる。脳汁が出てんじゃん今。うわ絶対勝つやんこれ。ねえ、60だ、60やばいやん。今シーズンこれが2年目、大きく飛躍のシーズンとなりました。38試合に登板して防御率は 2.19。 あの山本よしの、さらには山崎総一郎、宇田川優希と同い年、サファイア、ナイス。はい、ピッチャーです。一個ありがとう。ありがとう。先行で来るこの富田。ハンデが分かんない。何なのハンデって。野球にハンデなんかなくね。競馬だと分かる。今日はパリーグの打線舐めたらあかんよね。そうなんだよね。俺もワンチャン 20% ぐらいまだ逆転あるんじゃないか。佐藤としても流れを変えたいところですけれどもね。まあ、そうですね。もう前の2打席っていうのはね。リーグ優勝で 10%、18% 割引してたから明日 38%。 そんな安くなるの？ 38% オフ。何が安くなるの？テレビとか何が安くなるの？転売屋いるんじゃない？いっぱい転売屋。使わないけど、自分で使わないけど買っといて、なんかメルカリとかで売る転売屋とか出てきそう。そんな安くしたら中国人だらけになりそう。ただでさえ大阪は中国人多いのに、大変なことになりますよ。奥さん明日どうしてもファールがね、こうやばいっすよ。切れてしまうファールが多くなってるので、ここはストレート。佐藤は3打席やばいよね。転売屋なんならハンデマイナス3って何が、何を言ってんの？このストレートのキレいかがですか？いや、いい切れしますね。まあ、スライダーコーナーは関係ないですね。っていうのも、あの切れが非常にいいですね。まあ、なんていうんですかね、腕の振りというか、佐藤テル、佐藤テルって誰？なんかこうね、阪神の人？投げてる姿わかんないね、俺。なんか非常に、今からから山本君に被るぐらいね、しっかりこう前でしっかり腕振ってるんでね。あ、号外もらえるの？するとタイミングっていうのはちょっとどこでもらえるんだろう。何番の駅前だったらもらえるのかな。ここにいるね、今。ナンバの駅前、ここ。佐藤輝明。あ、阪神。しかし中村さん、突
サトテル、ここに号外もらえるかな。そうですね、能力の高い投手がやはり多いという手に入んねえの。大きい駅まで配ってる。何回何倍駅大きくない、ちっちゃい。何回何倍駅まで号外らしい。近いやん。マジっす。行く。何回何倍駅。何時に何時に。まだ発行してないでしょ。そんなまだ決定もしてないしね。外からの変化球、ファーストが出ていった。トング、これは送球がそれ、勝ったら優勝、今日決まる。記録はエラーです。優勝したらね、決まった瞬間に配るの。もうすっちゃってんの。じゃあ何対何とかかけなくない。阪神優勝権かけなくない。ここは自らファーストを取りに行きました。号外、その状況でファーストを守る、目の前で破り捨ててやるよ。いうふうに想像されますか。別に嬉しくないから。まあ、ファーストは、ね、そこまでこう対して野球好きじゃねえし、っていうイメージがあるかもしれませんけど、ファーストって全ての内野ゴロに対して必ずこうベースに入ってくる。結構すぐなくなるの。売れるの。まあ、そういった中でこう取り合いになるの。まあ、プラスこの豪快大阪の駅でしか配らない。人工芝のグラウンドやっぱり。大阪、大阪の駅、大変だと思います、ね、プレネつくの、つかない。ああ、38年ぶりだからやばいことなる。マジで価値上がるの。38年ぶり梅田なの。何回ナンバーダメなの。メルカリで転売。俺メルカリ A 版だからな、売れないね。確かに生きてるうちに見れるかわからない。確かに38年ぶりやばいね。日本一、こんなチャンスないね。ジャックポットだね。完全に行く。今日は繋がってきますよね。いらないでしょ。さあ、38年ぶりの日本一へ。ナンバーもありそう。7点目を狙います。6回の表、ツーアウトランナー2塁、バッターボックスに近本浩二。え、トモがスポーツバーで配信してんの。大阪行く。どこのスポーツバー。近本が初球を捉えていきました。またランナーと一塁。トモやってんの。道頓堀行くか。あの F カップのトモでしょ。パンダの行く。野口が前進守備からのいいチャージを見せました。行くか。行くわけねえだお前。3安打、行くわけないでしょ。リーズの打率は大きく4割を超えます。うん、行ってどうすんの。大きな大きな、そんなタイガースに入るのか。おっぱいとか興味ない俺。興味ないわ。勝負に集中しましょう。え、マジでマジ興味ない。おっぱいは興味ない。ミツしか興味がない。ミッちゃんがいい。ミッちゃんのおっぱいがいいよ。一番ミッちゃんの可愛いやん。ツーアウト一塁三塁。お、本当だ、早っ。え、また点数入るんちゃうのこれ。また点入るでこれ。また入るで。追加点来るで。フルボッコとかやめろよお前。かわいそうだオリックス。2点差ぐらいにしとけよ。
6-0 じゃつまんなくない、見てる方も。これオリックス次の1点は与えないっていうぐらいの、なるほど、形で、抑えてほしいなというふうに思います。2点目3点目ではない、この1点を許せないバファローズ。外からの変化球、引っ掛けた、セカンドゴンザレスが一塁に送ります。なんとか小木田このピンチをしのいでいます。6回の表タイガースは得点です。水の価値観マッチングなら内面を通じて知り合えるから、いつまでも話が尽きなくて自分らしくいられる、もう会う人だけと出会いたい。水18歳未満はご利用9時過ぎちゃうね。あ、すぐこれなんかも街歩きって楽しいよね。この街に住んじゃう、住まい探しはすぐで検索、物件数ナンバーワン、リクルート。0だね。ていうかさ、あのテレビ見すぎな、君たち。テレビ見すぎじゃない？僕と会話しないのも。コメピタやめてよ。テレビずっと見てない？コメピタやめて。うん。なんかおかしいなと思って。何してんの？ボケーっと見てるね。俺も配信できてんのかなと思って、俺あれ止まっちゃったかなと思って配信が。うん、今 CM なんだからさ。うん、やめてよ。そう、 CM の時だけコメント流れるのやめて、始まったらコメピタすんのやめて。うん、頼むで。どっちのファンの人多いの、これ。阪神ファンの方が多いの、今見てる人。どっちが多いの、阪神？どっち？オリックスいねえな。阪神。オリ。オリ。ヤンキース関係ない、今。ヤンキース関係ない。中日関係ない。出てて。うん。ライオンズも出てってください。オリックスか阪神、生まれつき阪神、どっちでもない。阪神で多いね。始まった、伊藤昌司27歳。うん、阪神多いね。レッドカイ好き、上新電機ね。上新電機の社長を見てみたいね。どんな感じで見てんだろうね。うん、オリックスのファンいるよ。でも京セラドーム行ったら、うん、にわかね。俺もにわか。どうなんだろうね、経済効果ね。自分とかが応援してる球団が優勝、日本一、どうなんだろう経済効果。あ、株買っといた方がいいのかな、上新の。株爆上がりするんじゃない、上新。株わかんないけど、どうなの、これ関係あるんじゃない、株も経済効果。あんま変わらんか、もう遅い。あ、遅いの、もう株爆上がりするんじゃない、上司の株持ってる人いたら。上場してるでしょ。うん、ねえ、ゼロ点はまずいよこれ。オリックスさん、ゼロはまずくね。うん、ちょっと反撃しないと。どうしちゃったのか、オリックスさん。ブルーウェーブ、手も足も出ないの、これ。一点も取れないね、全然面白くないね。あ、ブルーウェーブじゃないの、バッファローズなの。あれ、ブルーウェーブじゃなかった、オリックスブルーウェーブじゃなかったっけ。
バッファローズなの？ブルーウェーブの認識なんだけど、俺その B じゃないの？ブルーウェーブの B じゃないの？前は変わったの？あ、合併したんだ。知らん、知らんかった。あ、バッファローズなの？え、バッファローズって書いてある？なんて書いてある？ BUI BUIIALA。 元は近鉄バッファローズ、近鉄が一緒になったからバッファローズ。へえ、そうですか。オリックスバッファローズなんだ。なんか変な感じだね。俺ブルーウェーズっていう認識だった今まで。ブルーウェーブ、昨日山本由伸を出さなかったら負けてた昨日ね。でも今日出せないもんね、完投しちゃったから。うん、あ、イチローの時か。そこで止まってるわ俺記憶が。うん、あ、初戦負けてんだ吉野部で。へえ、あ、昨日たまたま調子良かったんじゃない山本由伸が。うん、これなんかね、1点でも取ってほしいよね。阪神勝ってもオリックスにも経済効果ある？あるの？つまんねえよな、これ。辛味酒とさ、なんかね、対抗してる配信者みたいじゃん、これ。あ、もう勝ち確やん、これ。これ勝ち確やん、これ。ハーゲン来たやん、これ。ハーゲン来た、お通夜になってんじゃん、これ。ハーゲンだっつ勝てるやついねえじゃん、みたいな。つまんねえよ、みたいになってるよ、これ。ファンタ20倍出ても勝てねえじゃん、これ。ね、うん、結局だからフワッチって喧嘩がね、やっぱ閲覧取れるから。ハーゲンと嫁さんね、仲良くいいからね、みんな注目とかないでしょ今。前はあったけど離婚するとかね、平和になっちゃったもん。ハーゲンさん今元気にしてみてよ、奥さんと。絡み酒が今あるじゃない、ぐぬぬじゃない、ハンカチの角を噛みながら見てんじゃない。うちの母ちゃん返してよ。ねえ、ぐぬぬだよね、絡み酒。いやー、お金に惚れてたんじゃないの。お金でしょ、ね、だってそんなさ、生きてるうちにそんな大金持ちの人とさ、仲良くなれるチャンスがないじゃん。ねえ、体の関係を持ってさ、湯水みたいにジャブジャブ使ってくれたんだから、6000万だぜ。6000万なんか使ってくれる人いないで。うん、そんなチャンスないで、もう。川上だけさ。もうどん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 年取る一方なのにさ、ねえ、もうおばちゃんになっていく一方なのに、もう最後のチャンスだったんじゃないの。うん、そら手放したくなかったでしょ。うん、よく投げたよ、おばさんなのにさ。おばさんなのには言い過ぎじゃない、それは。お姉さんでしょ、お姉さん。うん、お金が好きだったんじゃない、やっぱり。ずっとさ、なんか お金ないっつってたんでしょ、カラミ酒。うん、お金ないないっつって、なんか貧乏が嫌だったんでしょ、旦那さんも稼ぎ悪いし、なんか無職だったんでしょ。たまたまね、出会いがあってハーゲンダッツさんとね。ギャンブルだよね、宝くじに当たったみたいな感じだよね。だからラッキーだよね、そんな可愛くもっと。うん、めっちゃ綺麗って言われてた。
だんだん無職だったような気がする多分。うん、ねえ、夢あるよなふわっちって。その大して可愛くもない夫ねえ、爆弾が入ったらさ、ふわっちドリームだよね。愛沢のオフ会が面の口行く？愛沢のオフ会。オフ会って配信したらダメなんじゃないの？オフ会じゃなくなっちゃうんじゃないの？うん、オフ会って配信外でやることだから。配信しちゃってんの？オフじゃねえじゃねえそれ。なんだそれ、ただのリアタツ待ちじゃねえの？全然オフ会じゃねえじゃん。行かなくていいの？どこでやってんだろう。誰か来てるの？オフ会って。リスナーさんが。誰か来てる？何人か。配信出てるんだ。配信しちゃってるし。映ってたんだ。あ、おばさんが来てる。一人だけ。もうさ、配信切ってあげ、もう二人でさ、ねえ、相手してあげたらいいやん。いつもありがとうねーっつって、うん、あ、引っ越し祝い。なるほどね、引っ越したんだ。日本一まであともうちょっと、7回表ピッチャーリカプテ第9ボーク。早く終わんねえかなこれ。7回つまんねえよなこれ。もう 6-0 とかつまんなくない？まあ、その中で山崎総一郎の後を受けましたが、森下、大山にタイムリーを浴びる。薬薬悔し涙というシーンもありました。オープンカーのベンツ来た。これ負けてる俺。負けてんの AMG だって。うわ、南の帝王じゃんこれ。大阪の夜、欲望だけがデレデレデレデデレデデレデ。うわ絶対高いじゃんこれ AMG だって。負けよね。負けてる。負けちゃった。金持ちいっぱいいるな大阪。2000万以上。マジで？これ2000万以上すんの？マジかよ。うお、ブーンいった。ブーンバーンバーンっていったよ。すげえ。まあ僕は宇田川君を見ていて、まあすごく感じる。こんな高いの。流れを引き寄せるかもしれない宇田川の雪辱のピッチングでした。阪神ファンいないな。まあぜひこういうね、気持ちの部分っていうのをちょっとね。見えだろうな。絶対寒いはずだよ。絶対寒いでしょ。なんとか奮起してもらってね。そうですね。絶対寒いよね今。なんでオープンにするんだろうね。絶対寒いよね。さあそして。寒い、絶対寒い。見えだわ。いらないよな、あんな。1985年はまあ改めて家買うわな、それな。その一戦、アホだよ。球団史上初の日本一ということになりました。この光景というのは38年ぶりって言ったら俺何歳の時だ。俺42、はい、4歳の時か、ね、阪神タイガース。日本一になったのはね、あんま覚えてないんですけど、負けた試合はですね、目の前でやっぱり胴上げをされるんで、すげえな38年ぶりとか。記憶に残りますね。
一方で日本シリーズということで言いますと、実は99年の日本シリーズはすごくない、ホークスのピッチャー工藤さんと、それからドラゴンズルーキーの福留さんが阪神タイガース、はい、工藤さんにフレー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 、いやもう覚えてます、すごいよな。最初の打席に立った時に、はい、工藤さんの投げるカーブ、それな、38年間1回ぐらい勝っとくよ、長すぎな、阪神ファンに謝るよな、お前何年間応援したと思ってる、死んじゃった人いるだろうね、ずっと阪神応援してて日本一になるまでさ、まだかなまだかなっつってさ、今年もダメだったか、来年こそは来年こそはってやってたらさ、死んじゃった人いただろうね、待たせすぎじゃね、僕は38年間待ってた人いるの、山本君は2試合目ですよね、うん、リーグ優勝はしてんだよね、ああ日本一はまだ、ね、うなちゃんマン死んじゃったよ、待たれへんかってやんか、死んじゃったやん佐野さん、苦い記憶とそれからやばい待たせすぎやろ、振り返らせていただきました、いやあの苦くはないですよ、うん、あの打たれたっていう、待たせてごめんねじゃんそれ、タクマやんかそれ、まあ、非常にあの映像にもねあのたまに出たりとかする、タクマ、はい、ああ懐かしいなって今ではそうですね、はい、さあ7回の裏反撃を目指すバファローズ、マーヴィン・ゴンザレスがこれは今日初めての右バッターボックスということになります、やるやる、伊藤将司がうなちゃん、まあ、今これ何してんだろうな、この回もマウンドに上がりましたね、そうですね、人って死んだらどうなるんだろうね、かなと思ってたんですけど、はい、配信してんのかな天国でも、この前誕生日迎えたばっかりだね、10月29日ね、うなちゃんマンね、生きてたら何歳になってんだろう、ハリーポッター、ハリーポッターのカップリタ、こんな全然穏やかなんだけど、穏やかユニバー杉本裕太郎です、チャンネル変わったんだけど、なんでいきなり CM これ、なんで家ついていっていいですかになったのこれ、ちょっと待ってチャンネル変わっちゃった、あれ何番だっけ、何番だっけ、チャンネル変わっちゃった、やべやべやべ、何番、8番考えると、はい、俺オリックスにもやっぱりこう同じようにこう8番ね、打線っていうので、あのやっぱりこうこの日本シリーズで、まあ、阪神も味わってるので、はい、まあ、もうその隙さえ与えない、ツーアウト7回裏ツーアウト、オリックスの攻撃、こうなんとか突き崩していきたいこのバファローズの攻撃です、1点も入んないのこれ、方に変わりましたが野口をそのまま打席に送り出しました、中島監督、 TJ さんなんで配信してないのこれ、野球好きなのに、 TJ さん、J さん、ツイキャス誰も配信してない、またこの伊藤のピッチングにも磨きがかかって、ツイキャス野球誰も配信してないじゃん、なんでガチすぎて、ガチですぎて配信どこじゃない、あ、小町くんと平田くんぐらいか、ジェイさんやってないよ、あ、巨人ファンか、だからか、興味ねえんか、家電を選ぶ理由はいつも家族でした、小町くんと平田くんがやってる、巨人って阪神嫌いな人多いね、うちの親父も嫌いだった、エモコテックで人の気持ちまで測って快適な空気に整えます、電波なくなるよな、道頓堀行っても、綺麗に洗っても、何度拭いても、医薬品のお尻やこの軟膏がぶり返すかゆみを元から治していく、確定じゃんなこれ、お尻や、あ、小林製薬
しく小林製薬の糸ようじが本当にいいんですよ。糸が丈夫でしっかり最後まで使えるし、しつこい思考も6本の電波取り合いだよ絶対。ドコモは絶対ダメよ。これですね、売上ナンバーワン糸ようじ、ソフトバンクの方がいいね。人混みは故郷への愛と私の自由は共存できますか。道頓堀ダメだよ。かっこつけました。いや、みっちゃん応援してるよ。私、楽したいんです。見てるよ多分。でも安泰だからもうあれじゃない、ドキドキハラハラはないじゃん。これからのキャーとかないと思うよ。最初なんか先制した時きたーって言ってたけどね。寝てるかもしれない、ワンちゃん。ねえ、ハラハラしないでね。もうなんかつまんねえよね、こんな点差が開いちゃってさ。面白くねえよこれ。俺にわかだけどさ、阪神ファンはどう見てんのこれ。面白いの阪神ファンこれ。6点差とか面白いの。ハラハラさせろよ。おもんなくねこれ。決戦の第7戦となりました。ドキドキさせてよ。中島監督は宇田川に続いて今度は山崎総一郎をこのマウンドに送り込んできました。6点のビハインド、思わないでしょ。ただリリーフエースを勝ったらいいの。突き込んできます。楽しいの阪神の。まあ、栗林の代替選手という形ではありますが、ね、WBC 日本代表に入りました。中村さん、まあ、の本人が話しているのは一流の選手たちの京セラドーム大正区の、はい、近いよここから、はい、多分人混みだろうね。来てますけど、いろんな投手とコミュニケーションを取って、なんとかこう向上しようと、ね、しましたし、そういったところは見てて、勉強になることはすごく僕自身もあります。今さ、道頓堀川って飛び込んだら捕まるって聞いたけどね、どうなんだろうね、捕まんのかね。タイガースは代打に糸原を告げました。原口に変えてここは糸原。圧勝だね、圧勝。2安打。まあこの糸原捕まるよね。いや何勢だっけな、捕まるって聞いたね。何勢だっけ。掴んでいたチームリーダーでした。その中で福留さん、代打が中心のこのシーズンですけれども。迷惑防止条例だっけ。1年間本当によく頑張って、そして日本シリーズで花を開かせるという、そんなシーズンですね。まあ、そうですね、本当に。なかなか難しい。逮捕されるって聞いたよ。いきなりね、こうレギュラーを張ってた選手がこうライダーにっていう、本当に難しいところだと思うんですけども、まあ、本人もね、糸原選手自体もこの代打での準備のする難しさ、ああね、土曜日だったら ね、今日も休みだしたね、次の日。やっぱそういうこともね、また経験するっていうことがね、思んないな。1点も取れないでまた阪神の攻撃でしょ。8回表 6-0、 面白くないこれ。あら間に合っちゃう、アウト。これなんで笑ってんの、 6-0 で負けてんのに。このピッチャー普通だったら笑えないけどね。6点も離されてなんでニコニコしてんのこれ。これ負けるでこれ。やる気あんのマジで。もっと悔しがれよ負けてんだから。もちろんね、この笑ってるよねピッチャー。少し後ろに遊びれてんじゃないこれ。投げる時に、ね、オリックスのファンからしたら怒っていいよねこれ。笑ってる暇ないよ、はい、うん、なんで焦ってないのこれ。そういうところ上手いですよね。6点も離されてんだお前のせいで。俺だって下ろすけどね、こんなピッチャー。舐めてんのってお前、なんで笑ってんのって。佐藤初球打ち、八百長かこれ。152キロを打ち上げました。日本シリーズ八百長疑惑ってタイトルつけていいっす。炎上しちゃう、炎上しちゃうかな。5000もらった。タイガースのクリーンアップ、そして今度は糸原佐藤という怖いところ。諦めてるよなもうオリックスのピッチャー、福留さん笑ってたわ。まさに先ほどご想像の通り流れ次第ではという話でしたけど、あ今投げたばっかりやな、もう下ろされたんだ、6点取られたピッチャー。ここは流れを変
変えずにという選択をするのか岡田監督。ああ、阪神ファン怒っちゃう。八百長じゃねえよ。しかし宇田川、さらには山田。2人目なんだ、オリックスは。こいつでけえな、身長。全力を込めて。あら、三遊間打たれた。うわ、またランナー出たで。あ、ツーアウトだ。またランナー出た。え、何人目？三人目？このバッティング福留さんいかがですか？いや、今年ね、こう三人目なのこれ。めっちゃ変えてね。五人目なの？五人も変えてんのこれ、ピッチャー。嘘でしょ？そっから素直に出てくる。全部使ったろみたいなカード。変えすぎじゃない？あ、今日で終わりだから変えないといけないの、全部。まっすぐ打てるようになったことがね、やっぱ大きいですよね。フリーバッティングでも、まあ、速いボールを逆方向へというような練習をずっと展開していました、今シーズンの木浪です。木浪、知らんわ。そして8番が出て、9番今日は坂本。より弱い方を応援してくれ。こうやってこんな6点も離されてかわいそうになってくるわ、オリックスが。そうですね、松田とかかわいそうじゃない。ここで6点も離されて日本一、もうちょっと頑張った日本一なのに。0点だで、オリックス。かわいそうでしょ。ホームだもんね、これ。そうだよ、甲子園だったらね、阪神がホームだけど。切磋琢磨しながら、同世代の先発中継ぎ投手、高みを目指してきた今年のバファローズ。カソがタイトルにしてんの？阪神タイガース？阪神タイガース？カソに、え？そんな言ってるやついんの？山本さんは車を買うときに入った自動車保険のままなんです。カソが配信タイガースのタイトル使ってんの？深夜でも。それはただソニー損保もありですね。誰？ソニー損保は深夜でも担当者が配信タイガース検索？しかもセコムが鍵盤に駆けつけてくれるんです。ありでしょ？でも今の保険に不満もないし。でもそれはまいっちゃう。ああ。何がお得に？ありでしょ？カソ配信タイガース。和屋吉さん、これディスってんの？ディスってる、これ。和屋吉さん、今こそ電気かガソリンか。どちらの欲望にもメルセデスが答える。誰これ。変わらぬ価値を電気自動車にもメルセデスベンツ。ディスってんのこれ。すっごいくっついてるよ。これ何もしなくていいんだよ。トイレマジックリン。ジュラーさんも出せ。よかったら仲良くしてください。聖地が配信に行けるみたいな。聖地さーん。仮想配信タイガースです。どうもどうも。聖地さん、俺の枠に何回か2回来たことあるんですけどね。ああ、こいつか。あ、こいつは俺知ったるわ。って多分言うと思うんだけど。ああ、何回か見たことあるな。ちょっと言うと同じ年なんだよな、俺、聖司君ね。はい。ディスってはない感じだね。配信タイガースの名前を使ってるだけ。メンバーでも何でもないんだけど、勝手に使って一人でやってるからカソですよ、カソの配信タイガースですよみたいな。阪神タイガースやってるからね今。うん、ディスってはないね。強くなるにつれてファンがこうして増えてくる。そしてそれ以前に売名どうだろう、ね、いや、うちらの配信タイガースのメンバーなのみたいなハト来るじゃん。まあ、それ狙ってるだろうね多分。
実際なチームじゃない。こうして日本一連覇を願って憧れのチームだよ。みんなね入りたいでしょ。みんなって6点を追いかけるバファローズ。いいんじゃない、売名でそれ人が来るんだったら。見事に踊ってきた今年の選手憧れてるでしょ。解散した、全敗したから、スパーク。スリーボールからスリーツーまで持ってきました伊藤将司。悲しい、解散しちゃったよ、弱すぎて。日本一を経験してから、まあ、低迷期イチロー選手のみを渡ったのも長かったね。でもね、球団名が変わるというドラマを一つ結構選手は稼げたんじゃない。年俸5000万ぐらいいったんじゃない。すごいよな、普通の一流の野球選手並みに稼いでるからね。配信タイガースがふざけた名前のチーム作ってさ、毎日飯食ってさ、同じ弁当食ってタバコ吸ってクーラー乗ってコロッケ食ってバッティングセンター行ってゴルフ行ってカラオケ行って、それだけでさ、年俸で言ったら3000万、5000万もらってる選手いるか。ふざけてるよね。パチンコも行って、篠田も行って。ふざけてね。よく考えたら。阪神勝ってるよ、6-0。8回裏。逆転無理だな、これ。やばいよね。だってちょっとパチンコ行くんで、パチンコ行くまで配信しますっつってさ、立体駐車場で配信切ってさ、パチンコいくら負けたでしょうかとか、ナイス300でとか言って、あのさ、マジでどうでもいい配信しててね、勝った負けたとかナイスこじってさ、ナイス300でちょっと発表しますとかさ、ふざけてない、どうでもよくない、お前らが負けた勝ったとか。舐めてるよね、どうでもいいやん。いくら投資でって回収が3万5000でしたとか言って、はいどうも勝ちましたね、ヒーローインタビュー、ヒーローインタビュー、放送席放送席、どうでしたか最後の打席入った瞬間、どうでもいいよねあれ。で最後ラーメン食ってしましたし、おい飛んじゃった、やべやべ飛んじゃった、飛んじゃったやべ、こいつうぜえなマジ、ブロッキュな、一発ブロッキュなお前、くだらないのがいいの。毎日ふわっち見るとやっぱね、見なきゃみたいになるもんね、増えてくるよね固定のリスナーさんがね。バットの先のやや難しい回転の打球でしたが、伊藤将司がうまくさばいています。鮭、鮭トッピング、プラチナプラスからトッピングは毎日ベースで、なんか佐藤さん似てるやつがいるな、あそこに座ってんな、あれ佐藤さんじゃねえかな、ね、やっぱりこうめっちゃ佐藤さん似てんだけど、打ちたい、追いつきたい、なんとかしたいっていう気持ちが、おい佐藤さんかお前、ちょっと気持ちが先に走る、あれ佐藤さんかな、バッティングになっちゃいましたね。大きな選手がベンチの中で立ちながら出勤前を見守っています。バファローズ宗の打球はセカンド正面、伊藤将司パーフェクトリリースということになりました。あの白いコート、あ違うか、違うか、白い服はあの女の子2人組、違う、
キナラと共に笑顔あふれる暮らしを叶えていきたい。より良い毎日を一緒に。僕は人材採用の課題。あ、電波が悪い、やっぱり電波悪いでしょ。もういい加減にして。僕たちも終わりにしたいんですよ。リクルートスタッティング、ジム、エンジニア。あ、ワヤキチ君ね。配信タイガース入りたい。養分ってどこのキャリア使ってるの？大正氏が3イニング見事0点に抑えました。6対0。どこの電波？電波ないよね、あっち。さあ、ゲームは9回マジで電波ないもん。あ、どこもダメだよ。どこもマジダメ。日本シリーズルーキーでは記録となる6打点をマークする素晴らしい活躍を見せています。ノイジーのホームラン、さらにはタイムリーも効きました。ダメでしょ、ダメ。伊藤さん、昨日のくるくる吉野部の魂の138球、どこもダメなんよね。バファローズかと思われたんですが、くるくる吉野選手、太いですね。そうですね、やっぱり、あの阪神は今年どうやって勝ってきたんだと、はい、まあ、いろいろ頭の中で考えて、やっぱりつなげてつなげて、だから俺、そっち行ってないよ。俺行こうと思ったけど、前ので勉強したから俺してくるということを考えると、あ、やっぱり学習したの俺。あの1年間変わらないこう、ダメだったもん。野球を信じて変えないでやってきた結果が、まあ、今日の車で流すぐらいだね。感じましたね。そうですね、筋をさ、まさにそのタイガースのつなぎの真骨頂が英雄か森下、大山、ノイジーのタイム、あれね、ソフトバンク最強。この1番近本浩二からの流れで今シーズン多くの得点を生んできました。ダメなんよ。だから動画で撮りに行くしかないね、配信外で。動画で、生配信は無理だわ、ドコモじゃ。ここだったら大丈夫。アミちゃんの言ってないの。岡田監督が当初から掲げた打順の固定、それぞれの役割を意識しながら1年間戦ってきました。ここはつなぐ場面なのか、それとも自分が決める場面なのか、前後の流れを見ながら役割を担ってきた今シーズンのタイガースの選手たちです。え、もうこれで終わり？この攻撃終わって最後、最後か、もう終わりやんか。9回表やん、これ。もう終わりじゃん。あ、一塁いったやん。え、追いついたな、俺。セーフな。うそやん。内野安打なの、これ。うわ、間に合っちゃったじゃん。すごっ。なんでアウトにできないの、これ。まあ、そういうところだよな。うわ、その中でこれアウトにしないと、それは負けるわ。これ嫌でしたね。俺でもこのアウトにできたよ。近本にしても、そしてこの打席の中野にしても、もともとは積極だった。あ、ワイモバイル大丈夫なんだ。ただ中野が話していたのが、ボール球を振らないんだという意識の中で臨んだ方がある意味気持ちが楽になって、ストライクになってからも、まあ、ヒットが生み出せるという、そんな自信が生まれたと話していました。言葉通りフォアボールを大きく増やしながらも164安打、無理だな、もう最も多いヒットを話しました。これは
力のない打球、セカンドは諦めます。ゴンザレス一塁に送って、2塁まいった、2塁ワンアウト、2塁これ諦めちゃうね。さあ7点目を目指していくタイガース、立ちはだかるのは東晃平。この東も工藤さん、本当にストレートが速い、そして縦折れのカーブがあるという、はい、すごいピッチャーが出てきましたね。そうですね、完封はまずいよね。と思うぐらいですね、次々に、まあ、毎年ね、1人ないし2人が出てくるようなね、感じ で、 でこれ氷結無糖の配信って誰なんこれ、2800人だけど、なんこれ、その育成方針っていうかね、誰こういうのと、まあ、選手がなりたい自分っていうのがですね、こ う、 うまくこう、なんですかね、リンクしてるんじゃないかな。モンジョリの家にいる感じますね。家にいなくね。パスで6勝を挙げました。2017年の育成ドラフト2位で入団したこの東。家にいないじゃんね。あ、タイトル詐欺。今年の今年のメジャー挑戦、家にいないのに、あ、勝手に使ったの。この東がいます。さらには、え、これ家にいないでしょ。山下俊平太がいます。そんな東をここでマウンドに送り出して、あ、タイトル変えられたな、通報で。これやりすぎ、3000人は。これやばすぎやろ。ナナちゃんが通報してって呼びかけた。うわ、追加点やばいやん、やばいじゃん。うわ、決まりやで、もう勝ち確やろ、もうこれ7点目。誰が予想したのこれ。あ、タイガースの服着てるやついてる、外人で。タイガース、半袖。7点だって。やる気あんのこれ。まだ点取るのこれ。選んだフォアボールは99。まあこう旗から見ていても福留さん我慢してるんだろうなというふうに思うような打席も多かったですよね。まあ我慢してるというよりも、それでやっぱりこの場面勝負されるのかな、されないのかなとか、そういうこともしっかりと積極的な中にいますし、逆に言えば打ちに行くときは本当に初球からどんどん積極的に。養分配信できてるのこれ。やっぱりこう追い込まれてから本当にボール球を振らなくなりましたよね。くるくる。わ、くるくるやん。あ、いけるわ。まさにその通りです。あれもカクカクしてるな。そして決める4番。1年間4番を張り続けた小山。カクカクだね。くるくるだね、やばいね。電波ねえよね。いや、オリックスファンかわいそうだね。1点ぐらい取ってあげないと、ファンのためにもどうにかして。昨日までね、勢いあったのに。これでスリアとか、あー次で決まるわ。次で、あと1人始まるよこれ。
あと1人。大きな大きな7点目。ああ、もう決まる。号外もらいに行くか。号外。号外準備する。号外。号外行くか。号外。何回？何倍機？号外もらうぞ。ゆっくりと今マウンドに上がったのは道頓堀。すごい霧式ですか。ここで霧式を岡田監督マウンドに上げました。無理やの？無理なの？号外岩崎ではありません。なんで、はい、何回何倍駅もらえないの？申し訳ないです。ここでみっちゃんにあげる。皆さん、無理。そうですね、7対0とはいえ工藤さん、はい、ストッパーの岩崎かなというふうに、はい、ちょっと思ってしまっていたところがあります。そこで配るんじゃないの？はい、私も思ってました。申し訳ありません。なんで無理なの？わかんない。マウンドに上げました。はい、これ、まあ、日本かなり出す部数じゃあもらえるでしょ。ひょっとしたら通訳の方がやらない中でメルカリで売るわ。ちょっと最後の1人はとかあるかもしれないですけどね。ちょっとまあ何回何倍いったらもらえるよね絶対。まあシーズンを勝つ、まあ、ある程度点差が離れてると、やっぱりその1年間頑張ってくれた人にと、1年間を抑えてっていうね、なんかこうそこの最後の認識ないですけど。車どこ置いたらいいのこれ。ここ置くか車。邪魔。バス専用。ダメ。車置くとこねえじゃん。はい、まあ、遅いの？第4戦は1回3分の1を投げて2点を失っている霧式です。車置くとこねえんだよねこれ。に向けてもう1回このシリーズのマウンドを踏んでほしいというそんな思いも中村さんあったの。どこ置けばいいのこれ。そうですね、まずは霧式。車パーキングあった。あった。ここ置くか。これ一通やんか。一通やん。ダメ。ここ置くか。シリーズ躍動している紅林。これ置いていいの？これいいよな。いっちゃっていいよな。ここ置くか。妨害もらうわ。キルのストレート。1年間チームを引っ張った先輩たちについてきた若手が野球界の大瀬良ドームの内野を守ります。霧式を見つめます。2年目の今シーズン大きな飛躍を遂げたこの霧式だった日本シリーズ第7戦9回のマウンドに上がりました。ナンバー配る。オッケー。間に合うでしょ。え、そんなもみくちゃになるの？なる？選手たちがもうベンチに集まっています。梅野の姿もあります。まだプレーできる状態ではないというこの梅野ですが、こうしてベンチでその瞬間を待ちます。38年ぶりだぜ。2ボール2ストライク。え、絶対もらうべ。なんか情報あったらちょうだい。混んでるとこ行けないからね。ナンバーとかナンバー無理やで。混んでると
号外だ、号外、号外です、号外です。やるかな。俺4歳、4歳道頓堀は絶対行かれへん。電波がない、無理や。どこで配るか情報出てない。どこで配りますとか出てないの。情報あったらください。何回何倍駅今駅前、梅田とかもしかしてナンバー配んない。駅前マステッキあるやつ、まいちゃん。絶対配るナンバー。大阪市役所前、まだね、ノーアウト。 逆転されるとかないよね、大丈夫。もう感極まってる人いる。感極まってる人、電波あっちダメでしょ。ここら辺だと大丈夫。あ、ヘリコプター飛んでるわ。ヘリコプター飛んでる。ヘリ飛んでるわ。ヘリツアーと OK。 もう配る。ヘリコプター飛んでるで。あと一人、ここでしょ配るの。すいません、はい、あれ、おお、何してんの。お、いや、ちょっとこれに合わせて来たんですよ。あ、そうなの。号外、はい、号外もらいに来たの。それもそうですし、ちょっとガヤしようかなと思って。あ、そうなの。びっくりした。号外ここに配るのかな。多分ここじゃないですか。ここか、うん、高島屋の方って言ってたんで。嘘、はい、高島屋ってどこだ。あっちか、南口かな。びっくりした。もうちょっとで決まるで。阪神、決まりますね。阪神タイガースなの。好きなの。まあ、SS 好きなの？ SS？ まあ、好きです。はい、太郎くん、分かんなかったでしょ。号外ってここで配るんですかねって聞こうとしたんだけど、太郎くんだった。にわかです。あ、人集まってきてんな。配りそうじゃない？この辺で人が集まってるところで配りそうだよね。これ号外待ちじゃないの？号外来る？号外、ここだったら間違いない。何枚ぐらいもらう？リスナーさん欲しい人いる？3枚とかくれんのかな。欲しい人いる？リスナーさんで多めにもらう。5枚ぐらいもらうか。欲しい？いらん。貴重なもんいる。何枚でもらえるの？何枚でもいいの？制限ないの？一人一枚とか。どっから来るの？その新聞持ってくる人。みんな安心。
聞いてるわ中継。もみくちゃになる？そんなに取り合いになるの？嘘だろ。あ、時間経ったらその辺に落ちてんの？この辺に？むちゃくちゃ？嘘やん。え、全然配る気なくね？埋めただけ配られたらやめてよ。ナンバー配ってくれるよね？大丈夫だよね？ホームラン打たれた？嘘だろ？嘘だろ？マジで？点入った？嘘やん。逆転あんの？7-1？ 完封阻止された。うわ、粘ってるじゃん。流れ変わった？あ、完封阻止ね。あ、リスナーさん、リスナーさんですか？リスナーさん配信中、うん、あ、配信見てるよ俺の。え、配信中、あ、配信中。ふわっち、あ、よろしくお願いします。今配信してます。配信してる、セージしてます。してるよ。あ、ありがとうございます。ブロックされてんねん。ブロックされてんの？なんで？なんでいらんこと書いてないじゃん。違う、娘がセージをなんか書いて、うん、でそれを娘がブロックされて、うん、娘のアカウント私の携帯でも入ってるから、うん、娘がいらんこと書いたんだ。そう。そう、娘に連れてこい。めっちゃ可愛いで、とけ。ぶん殴ってやる。めっちゃ可愛いで。嫉妬したんだろ、蜜に。違う。なんか髪の毛、女の子の髪の毛切るっていう時に、うん、なんか無理やり。好きなんじゃない、男の子。嫌いなの。嫌いって言っとった。嫌いなの。今これ阪神？阪神。号外。そうやね、号外待ちやろ。号外待ち。一緒一緒。あと一人。娘何歳なの？23。 TikTok やっててめっちゃ綺麗で。そうなの？めっちゃ可愛いよ。え、これ出てるわ。大阪駅、阪急前、難波交差点。え、難波交差点、京橋駅、どこ難波交差点やってる。難波交差点行くぞ。近い？え、難波交差点そこやろ。ここじゃないの？駅前じゃないの？駅前じゃないやろ。難波西口。駅前じゃないんす。どうする？じゃあ縦に分かれるか。どこなの？ナンバちゃうからと思うねんけど。ナンバ交差点であっちなの？お母さん、ナンバ交差点ってどうかしてます？あるんですけど、一応今ね、ふわっちです。ナンバ交差点ってどうします？これ一番来てますよね、はい。大阪駅前とナンバ交差点、京橋。ナンバ交差点どこなの？どこなの？そっか。近くっすね。どうですかね。前はここら辺にやってたけど。またヒット打たれたって。ヒット打たれた。まだ続いてる。7-1。高島屋やな。その前の交差点。前回の時はここら辺で妨害してたけど。ここっすね。ここっすか。うん、多分。いや、あの、阪神ファン。あれはまた。交差点やで。やろ？いや、ここ間違いなくない？ここ。間違いないでしょ。だって人めっちゃ集まってるよ。絶対配るでしょ、ここで。あー、ザッコリーさん、ドンツクラスか。優勝した？決まり？決まったの？決まった？決まったって優勝。決まった。号外どこ？号外、俺、号外はナンバーのあっち行ってきて。あっちあんま人も、あの方も配信者。あの方も配信者。すごい、お仲間なんですね。あー、拍手してるわ。まばらだけど。まばらだけど。号外来るぞ。号外。号外来るよ、号外。号外来るよ。シーンとしてる。ちょっと盛り上がってないです。号外はどっから来るの？号外探して。号外ちょっとお通夜なんだけど。お通夜なんですけど。
高島前号外道頓堀やばい、え、飛び込んでる、どう飛び込み発生、嘘、飛び込んじゃってる、そっち行かれへんもんな、電波ないから、ちょ号外もらうわ一回、こっちで今から印刷すんの、3人が飛び込んでる、嘘やん、マジ行かれへんもんな、ニコ生行っちゃった、次々飛んでる、嘘やん、アホや、ヘリコプター飛んでる、ヘリコプター号外いつなんすこれ、号外ちょっと待つの、飛んでる4人目、あなたを見て直感で言葉をかけます、インスピレーション、書いてもらおうか、お値段お気持ち、あなたが決めてください、集中してる、電波止まった、ネームね、号外来た、まだ待ってるよね、号外、号外待ちでしょこれ、お父さん号外ってここですよね、号外って阪神タイガースの号外ってここですよね、ほか、ね、あの商店街あたり、南商店街あたり、はい、前の時って言ったのリーグの時あの商店街の商店街、ここでも配る、わかんない、わかんない、梅田の方行くんだけど、あ、梅田全然崩れてないぞ、でも怖いと思うの、あ、そうですか、関係がね、あ、そうですか、これ今違うみたいで、あの、高橋まだやな、今印刷してんのかな、
商店街の方だったな。でもお父さん、お父さん情報それもらってみっちゃんにあげるんだよ。みっちゃん阪神好きだから。あとみっちゃんの